はい、皆さん、こんにちは。面白雑談系の見た聞いた話。第48回菊田一夫演劇賞の授賞式がこの6月の7日、東京都内で行われました。まあ、一般社団法人映画演劇文化協会が主催しています。もうこの菊田一夫演劇賞。まあ、大衆演劇の舞台で、まあ、優れた業績を示した作家、演出家、俳優、舞台美術家、照明効果、そして音楽振付と、まあ、その他のスタッフに贈られる賞なんですね。そして第48回菊田一夫演劇賞では、舞台ハリーポッターと呪いの子上演関係者一同が、まあ、菊田一夫演劇大賞を受賞されました。いや、そして合理的にありえない今ドラマで主役を張っている上水涼子役の天海祐希さんが菊田一夫演劇賞を受賞されました。いやー、おめでとうございます。さすが天海祐希さんですよね。いや、そして他には元 V6 のあの坂本昌行さん、元宝塚雪組のトップスターののぞみふうとさんで、劇作家の瀬戸山美咲さんも受賞されていらっしゃいます。いや、皆さん本当におめでとうございます。いや、ここで天海祐希さんが受賞されたんがね、とっても嬉しいですよね。菊田一夫演劇賞ですよ皆さん。劇作家の菊田一夫さんの功績を記念し、まあ、演劇界のね、これ発展のために、まあ、東宝が1975年に創設した日本の演劇賞なんですよね。素晴らしい賞なんですよ。まあ、1975年から協賛していた、まあ、映画演劇文化協会が2008年から主催を行っているこの賞なんですが、まあ、菊田一夫さんといえば東宝演劇部に所属し、演劇界において放浪記、がめついやつなど一世を風靡しましたね。また日本で初めてブロードウェイミュージカルを上演し、ま、そして世界で初めて風と共に去りぬを舞台化した人物なんですよね。いやー、ケイ君よく知ってるね。いや、今知ったんよ。何今知ったんかい。何やねんそれ。何見て喋ってんねん。そしてこの天海祐希さんは広島ジャンゴ2022の山本ジャンゴ役とバラの侍2海賊女王の帰還のアンヌ役の演技を高く高く評価されてこの受賞に至られたんですね。まあ、広島ジャンゴ2022、天海祐希さんと鈴木亮平さんダブル主演で送る広島弁満載の、まあ、異色ニューウエスタン活劇じゃないですか。まあ、演出は白田子くん、初登場となる蓬莱竜太さん、共演にはあの中村徹さんとの豪華キャストでやったあの広島ジャンゴ2022、そしてあの中村徹さんとも共演されていらっしゃるんですね。まあ、合理的でありえないでもあの共演されている中村徹さん、まあ、何か相通じるものがありますね。で、この広島ジャンゴ2022は、まあ、劇作家演出家の蓬莱竜太さんが、まあ、広島の劇作家演劇人と共に創作しているんですね。2017年に初演された戯曲広島ジャンゴが脚本演出美術音楽を一新してこの広島ジャンゴ2022として上演されたんですよ。で、2019年ビューティフルワールドで第27回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した蓬莱さんなんです。満を増してこのシアターコクンで初登場されましたよね。まあ、本作は西部劇の形をとっているんですが、まあ、人間の価値観や送られた社会での常識など、まあ、現在に通じる様々な不条理を問いかけるというね、素晴らしいこの演劇なんですよ。で、舞台では今回が初めてのタッグとなる天海祐希さんと鈴木亮平さんダブル主演での実現だったんですね。いや、数多くの作品で確固たる演技力と唯一無二の存在感を放ってきたこの2人ですよ。そして
今回の受賞に至った天海祐希さん、いや素晴らしいですよね。舞台はね、現在の広島の柿工場なんです。周囲に合わせることを全くしないシングルマザー役のパートタイマー山本がこの天海祐希さんなんですね。そのワンマンな町長が牛耳る西部の町広島だったんですよ。で、山本、まあ天海祐希さんですね、子連れガンマンのジャンゴとして現れる。まあ木村はなぜかジャンゴのこの相場になるんですよね。鈴木亮平さん、このデカプリオとして登場していきます。まあ訳もわからぬまま、まあ共にこの町の騒動に巻き込まれていくという島ジャンゴ2022ですよ。そして天海祐希さんの格好がまたかっこいいんですよね。もうウエスタンハットをかぶってね、そして右手にはピストル、なんと左手には柿工場なのでね、ゴム手袋してるんですよね。この出立ちがね、天海祐希そのものなんですよね。いや素晴らしいですよ。いやー、ケイ君よく知ってるね。見に行った？全然見に行ってない。見てへんのかい？全く見てへんのかい？いやー、よう喋れるね、それだけ。そしてもう一つは劇団新幹線のバラとサムライ2、海賊女王の帰還のアンヌ役なんですよね。もちろんこれはご存知の劇団新幹線といえば古田新太さんですよね。その新太さんと共演したアンヌ役の天海祐希さん、いやもうそら海賊姿もめちゃくちゃハマってるんですよね。見に行った？いや行ってない。言ってへんのかい、それも言ってへんのかい。いやそれでもやっぱ素敵なんですよね、天海祐希さんが。そして天海祐希さんこうおっしゃってるんですよ。演劇とは生の人間が演じて、まあ、生の人間が客席で見るものであると。まあ演劇を上演することが、まあ、大変な時期において何もできない自分に対して絶望を感じることがあったと。いやしかし人間の可能性やそして舞台の可能性を感じることもできました、まあ、これからもまだまだ精進していきたいと思いますと。たくさんの方々に楽しんでもらえるような、舞台を作っていきたいと心から思っていますと、まあ、この度は本当にありがとうございましたとね、思いを明かしています。そして元宝塚ののぞみふうとさんも受賞されたんですが、ちょっと体調が悪くですね、欠席されたんで、その代読されたコメントがねまた良かったんですよね。でのぞみふうとさん、受賞の喜びと、まあ、関係者の感謝を述べるとともに、まあ、個人的なことになりますがと、まあ、小学生の頃に初めて宝塚歌劇を見に行った時、天海祐希さんに一瞬で恋に落ちました。天海祐希さんのような男役になりたいと夢見て、まあ、今から約20年前に宝塚歌劇団で初舞台を踏みました。私をこの世界に導いてくださった憧れの方と同じ場所に立たせていただけるなんて信じられないという思いが強すぎたのかもしれませんと。まあ、大事な時に、まあ、健康管理できない自分が情けないのですが、この悔しさをバネにいただいた賞を支えに、これからも一つ一つの作品役と、まあ、真摯に向き合い続けたいですというね、いや素晴らしいコメントも出されていますよね。いや今回のね、菊田一夫演劇賞天海祐希さん受賞ですよね。いやケイ君はね、取るべき人が取った賞だと思っていますよ。本当に祐希さんおめでとうございます。心から拍手送りたいと思います。それではまた合理的にありえないでお会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。いや松下洸平さんも喜んでますよ。